はいどうも、みなすんヒロードです。今回は格闘ゲームのキングオブファイターからレオナ・ハイデルンを作りました。彼女のことを簡単に説明しますと、とある事件により両親を亡くし記憶を失います。その後ハイデルンの養女となります。自らにして軍人となり、ハイデルン流暗殺術を身につけます。攻撃方法は主に手刀です。敵を切り裂くことができます。アクセサリーの色は髪留めの色がちょっとわからないので、髪の色をペーストしています。アイシャドウの色は肌の色をペーストするんだ。身長は173から177です。初期の頃の衣装が再現できなかったため、最近の衣装にしています。下着はね、黒でもいいかなと思います。防具は腕と足のみ、同じ色を使用します。アクションと称号はお好きにしてください。はい、では以上です。次回は知らぬ今井をリメイクしようかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。